私の方から申し上げます。昨日民主党の政調拡大会議が開催をされました。高等学校と中学生金の支給に関する検討会議報告に対する民主党の見解が取りまとめられております。本日午後1時半より民主党文部科学問会議の松崎課長、並びに民主党政調会の城島政調会長代理が当初より、お越しになって、取りまとめられた見解をいただくことになっておりますので、ご連絡を申し上げます。よろしくお願いします。では、あの幹事長、その広報部長官の件なんですが、今朝の、各地の広報部長官の現場政調会長がですね、方針了承したという、期限を了承したという報告があったんですけれども、改めてその、党の了承が得られたことに関するその受け止め、それとこう基準はその原案のままですね、決定するというふうに言われることか、お考えください。はい、まず第一点の問題は、今日の閣議白状は現場大臣からその点についてのお話はありませんでした。それで、今日のこの午後1時半からの会合で、正式に党の見解を賜ります。したがって、もちろんもうすでにペーパーを見て、おりますが、文部科学省検討会議報告における基準等についてはおおむね譲歩するとの結論が記載しております。合わせて4件の意見が記されております。私としましては今後この見解を今日も直接ご意見を聞いた上で、昨日もありましたが、国会の議論、つまりまた総合的に勘案し、いたしまして、私の方で決めていただく、その時期については、丁寧にやってまいりたいと思います。各社、お願いします。審査のあり方については、誰がやるかということについては、今のところ、もう決まったわけでしょうか。まだ決めておりません。この点も含めてですね、今日の報告を聞いた上で、私ども審査員の方で協議していきたいと思います。はい、金井ですが、先ほど、時期については丁寧にやっていくという話があったんですが、いわゆる大体のイメージとして基準案を正式決定する時期というのは大体いつ頃の想定ですか。そうですね、やはり来月に入ってやるのでは早い時期と、そのようなイメージでございます。来月というと11月上旬くらいのイメージですか。そうですね、はい。その後、もしその基準を決めた後に基準によって審査するという、期間もある程度の保証になりませんので、今のところ、イメージとしてはそのようなことを思っております。大体その審査に、ある程度の時間をかけるということですけど、こうなると最終結論が何とか年内というイメージですけれども、最終結論までいくらの審査をちゃんとやるかという年は可能性があるというか。その点になりますとですね、今のところ何とも言えません。あとこの問題に関連して、柳田大臣は、この教育内容についての、懸念とか示されているんですが、今後、次には大臣が決めることだとは思うんですが、総理とか柳田大臣ってこの問題について協議されるという考えられる。そうですね、当然柳田大臣とも、のご意見もですね、時間を取って、お聞きをするということは、考えております。
点も変更する可能性がある。いや、それは何とも言えません。はい、先ほどの見解では、まあ、懸念だとかですね、そういったものが示されて、まあ、それがクリアできるような審査手続きについても求められると思うんですけれども、具体的に大臣としてはどういった点に配慮する、具体的にどういう対応をすることが必要ですか。そうですね、まあ、4点のご意見もございますので、私としてはこの2本点のご意見について、もう少しその経緯に入ってこれ十分なり、調査をしてみなきゃならないということで、まあ、そういうことをどのようにして、説明をしていくのかということが重要になりますので、その点についてこれまでの経過もございますし、政務サイエンスとして考えていく事項だと思います。大臣、閣議後に総合科学会議が開かれているんですが、理事会の調査して行われていたようですけれども、どういうような議論が出てきましたか。はい、これは第4期ですね、今後の海運依存契約計画の策定に向けた今検討がですね、海運会議の方で進めておりますが、その報告がございました。そして、あと23年度の概算における優先度判定の結果という報告もございました。2つのテーマで議論がなされました。総理が出席を取っておりますが、特にこの中で私も発言をさせていて、まずはやはり、必要な予算の確保について自分らとしても努力をしていきたいと、もちろん財務大臣の大臣に承認ましたけれども、そのような主張をし、で同時に、いわゆる国立の研究機関、これについても私たちとしてはぜひ早く準備をして進めたいということも発言していきます。また来年度予算、来年の議論についても私たちの意欲的な要求について改めて申し上げて、こういったことも考えているということも意見として出させていただきます。特に今回は先ほどの科学賞の受賞が大きなインパクトになっておりますので、長期的な視点で予算の確保、この必要性について伝えています。4期では 1% の水盤目標を出るかどうかというのは、それに話題そうですね、私たちとしては特に22年度まで、2022年ですかね、までに GDP の 4% ですか、これを確保、そのためにはですね、総額イメージ、も必要であろうと、これはとも言ってます。研究開発投資としては少なくとも対 GDP 比で 1% 以上確保すること、そして総額イメージとしてはこれは大事だと、これは具体的に言えば我々としては約25兆円ぐらいを考えています。今日の会議では議論になったんですか。それについては特に、それに対する議論はあっております。議論はなかった。私も調整学校の関係なんですけど、今回文科省だけではなくて、まあ、党の方でも意見を聞くというプロセスを出たわけですけど、この評価というか、まあ、いいよというふうに分かるんですけど、要は党の意見を聞いて丁寧にやってよかったという考えなのか、まあ、それによって、まあ、触れたことは触れたわけですが、その辺についてどうですか。
というのは、それも総理の指示もあったわけですが、私はやっぱり、議論が行われてよかったと思っています。それは特にどういう理由でよかったですか？どういう理由でよかったですか？どういう理由でというか、それについての議論が深まっている。ちょうど、そうですね、参議院選挙もあったし、それから総理の交代もあったし、あるいはこの代表選挙もあったし、ね、そういう状況の中で粛々と進めてきたわけですけど、ね、改めて、この時期の会合を重ねたということは、党内の議論の深まりとしてはどうだったという評価をしております。大臣、この決定のプロセスかなりこう長引いて、当初によりも長引いてきていると思うんですけれども、この後の審査だといろいろあって、今がこう、今年というより年度とかも超えるような最終結論がという形になった時には、今の3年生とか卒業してしまうと思うんですけど、彼らが大学生になったとしても、その盛んの知識ということには変わりないです。そういうことは大変重要なことですが、そうやって、私たちとしてはできるだけ早く結論を出したいと思っております。その結論の時期について先ほど言いましたように、そのところは何と言いませんが、審査基準は来月上旬ぐらいまでに決めしております。その上で審査をした上でということでしたら、そんなに悠長な気持ちはありません。大臣、すみません、その先ほどのプロセスのことなんですけれども、今後その重要な案件についてはですね、やはり党の検証となりですね、了承を得てから判断していくということになっていくわけでしょうか。これはですね、私は党の成長の議論を得たとか認識してます。その他のですね、その重要案件がいろいろ法案があると思うんですけれども、それについても、成長の了承を得て進めていくということになるんでしょうか。それはもちろん法律事項がありませんので、今法律とも政令事項ですから、その違いはありますが、これまで、部門会議、そして拡大部門会議、そして成長の会議とか踏まえておりますね。党内の政策決定の責任は踏んできたと私は認識しております。もちろん今日も知事官からお会いした時にはそのことについても報告もあると思います。今回そういう政治を踏まれたわけですけれども、でこれからもいろんな重要案件がですね、いろんなことがあると思うんですけれども、そのような政治を党の了承を得てと進めていくということになるわけです。これはあとはもう私の判断に尽きると思います。今のその私の判断にというのは、この調査学校の段階について前と、はい、まずは審査基準、話から言うと奄美地方で大雨の関係でですね、教育の施設等にもいろいろ子どもたちにも影響が出ているので、今回の災害についての大臣のご所見とですね、今後文科省としてこの災害への対応をどういうふうに進めていきたいか。奄美地方の大雨の災害の件については、小中学校が孤立をするという状況を着実しまして、非常に不安を持っておりましたけれども、今日の8時現在の報告では、公立学校では13校が被害を受けている。床上浸水、床下浸水、土砂の流出など、13校が出られているというふうに聞いておりますし、しかし、
気軽にやりますので、よかったら話をしましょう。なおまた、一小学校、一中学校、これ、青森市内でありますが、児童生徒、18名がまだ学校内に待機をしているということです。で、まあ、これについては、学校側の判断もあるのですけれども、怪我人等はなかったということについては、ちょっと反応しておきます。しかし、今日も、まあ、午後はですね、また検討に戻りますと、雨の強いことをやっておりますので、なお一つ緊張感を持って歩いていただきます。もちろん、文教施設でもありますし、教育上学習で大変重要な問題がありますので、当然、ね、文部省からも、今、こういう国会中でございますので、私ども、事情の人が言ってみたいんですけど、なかなか交通のアクセスと、そしてまた災害現場のことを考えますと、今、内閣、政府の調査団として、内閣を中心として取り組んでいるとか、そして少人数で対応していくということでございますので、私としては必要があれば、そのことに対して、できるできるような、今、そういう状況を取っています。大臣、先ほどのですね、25兆円についてなんですが、25兆円の川口基本計画、それが GDP1% とこうセットにして、というお考えなんでしょうか。大臣自身のちょっとお考えを伺っています。これもですね、これまで、GDP 比で 1% 確保、これを基本として、総額を明記すべきかしてほしい、こういうことでございます。自民党政権時代は当然それがずっとやってきたんですよね。で、今回その、新政権になってからですね、どうもその3回、実は有利になってますよね。これは大分その財務省の問題だろうかと思います。これはですね、私たちはやっぱり厳格はしてはならない、少なくとも前年からですね、増額を目指しなければと思っています。特にそのことについて、非常に我々はしっかり取り組んでいかなければと思っていますし、まあ、国民の皆様にもですね、いろいろご理解いただいて、ノーベル化学賞受賞をですね、一つの大きな国民の支持の確認していくことも大事だと思っています。じゃあ年末の関連基本計画の、更新、の今はですね、ぜひそれは明記したいということ、はい、そういうことに、期待しております。何ありませんか。その女性学校の問題のペーパーは今日その事務的な連絡を受けたということで、動画をご覧になったというのは、はい、そうです。はい、はい、